オンリーワンチャンネル。まあじゃあちょっとこの、ね、はい、あの後半に今入らせていただきたいなと思いますけど、はい、実は今一番伝えたいことっていうところで、うん、はい、伝えるというキーフレーズであるという話が、はい、まあ、あるわけなんですけど、はい、そこをちょっと具体的に伺いたいなと、はいはい、そうですね、うん、伝える、今まではずっと私こう表に出てカメラの前だったり、まあ、お客様の前に出て、うん、自分が何かをこう伝え、自分が話すっていうプレイヤーの仕事をずっとしてきたんですけども、はいはい、なんかこうたくさんの方の講演だったりスピーチだったりを聞いていて、うん、特に私日英の仕事をしていることが多いので、うんうん、海外の方のスピーチと日本人の方のスピーチってやっぱ比べてみると、はいはいはい、もちろん上手な方もたくさんいらっしゃるんですけれども、うんうんうん、こう独り言だったり棒読みだったり、うんうん、こう感情がうまく伝えられない方が、はいはい、こう海外に比べてやっぱ圧倒的に多いなって感じてるんですね。なんかそれって日本人ならではのこうなんかダメだったらどうしようとか、不安とか、うん、そういうのもあるだろうし、こうスピーチをどんどんする文化ではこれまでなかったこともあると思うので、はいはいはい、でもやっぱりコミュニケーションって仕事もそうだし、生きてる上でもそうだし、絶対なくならないものじゃないですか、うん、どんなにデジタル化が進んだとしても、はい、人とのコミュニケーションなしになんか世界って多分成り立たないと思うので、まあ、そうでしょうね、うんうん、なんかここをもっと日本人 の、 そのなんかレベルをこう上げていくような活動がしていきたいなっていうのはもう20代ぐらいの時からずっと思ってたんですね。で、まあ、おかげさまでこの仕事も長くいろんな現場でやらせていただいているの で、うん、で実際教えてって言われることも多かったので、はいはい、あ、じゃあこれからはこう、うん、皆さんにこうトークスキルだったり、うん、こう距離の縮め方っていうんですかね、なんかそういうコミュニケーションスキルみたいのを伝えていく、うんうん、活動もしていきたいなと思って、この1年ぐらいいろいろ準備を、はい、してきました。オンリーワンチャンネル。まあ、じゃあその中の、はい、ご自分にしかないオンリーワンっていうものは何ですか、はい、という問いはどうでしょうか。はい、これはもう私以上にポジティブマインドの人を見たことがなくて、うんうん、なんかこうポジティブにならなきゃって思ったことは全然ないんですね、うんうん、もうもともとポジティブなんですね。でもポジティブだったからこそいろんなことが、うん、うまくいったというか、うんうんうん、いろんなことに苦しくもなくチャレンジできたし、はいはいはい、実際にこう成果につながっていたりとかしたので、うんうん、私はザ・ポジティブ抜きには私は語れないなと思ってます。ね、そこのポジティブっていう部分でね、こうなんていうのかな、まあ、まずその日本人ってやっぱ話にもなってくるかもしれないけど、うん、はい、作らなきゃできない人っているじゃないですか、うんうん、それを日常化できる方法って何かあるんですか。うん、それをちょっと伝えてくことがしたいんですよね。まあ、そういうことだよね。それの、一旦っていうか、はい、言える範囲にいいんですけど、はい、なんかこれじゃないっていうふうに、なんか、その自分の中 の、まあ、ベースメントというかね、うん、この、まあ、考え方、うん、ここじゃないのみたいなのって なんですか。これがね、多分ね、みんな知りたいところなんでしょうね。そうですよね。なんて言えばいいのかな、一言ではちょっと難しいんですけど、うんうんうん、あ、難しいですね。ここやっぱ多分ここなんだよね。そうこれをこう数回に分けてこう伝えていくようなことをしていきたいなと思ってるんですけど、これ一つ聞いていいですか。はい、まあ、さっきのなんだっけ、プレッシャーって話の、うんうん、まあ、単語の使い方が違うって話もちょっとしましたけど、パーフェクトっていう、うんうん、語彙って、はい、アメリカ的にはどういう意味合いですか。パーフェクト、そう、日本は完璧とかってなったでしょ。向こうは完璧、その完璧 の、うん、その 見え方っていうのかな、うん、で、なんか僕は違う。そう、あー、なるほど。要はだから、こう、まあ、さっきの話じゃないけど、周りの人たちにお膳立てを全てして出来上がってるのが日本はパーフェクトでしょ。そうですね。でも向こうの人のパーフェクトって違いますね。やっぱり自分が、うん、やりきったとか、うん、自分が やりたいことが出せたとか、うん、それがパーフェクトですよね、うん、っていうことだと思うんです。うわ、すごい、さすが名誉師。いや、まあ、それはあれだけど、でもそういうことを一つ一つこう、はい、なんていうのかな、
積み上げていくっていうか、うん、っていう風にすると多分ね、みんながこう逃げ場がなくなるぐらい、うんうん、あこういう風になるんだっていう風に持っていくと、うんうん、僕金子メソッドとしてはすごいいいものができるなって僕はちょっと思ったんですけど、いかがですか？もう素晴らしすぎます。なるほど。まあ、それもね、幸いにして僕も海外の経験があるからこそ、はい、同じようなね、あの境遇もあったので、はい、そう感じているんですよ。でもこれはね、多分やってる人いないんですよね。そうなんですよ。そうなんです、うん、で私すごくそれが思っていて、うんうん、ずっと伝える、ね、こういうことを伝えたいなって思ってたんですけど、うんうんうん、でも一から立ち上げるのって大変じゃないですか、うん、はい、なんかどっかやってないかなって探したんですよ、うんうん、私もそれがやってるとこがあったら私もその仲間に入りたいなと思って、うんうんうん、いろいろ探したんですね、うん、同業者でこう伝え方とか喋、うん、り方とか教えてる方もたくさんいらっしゃるので、うん、見るんですけど違 う, そう全部違和感を私は感じてしまって、うんうんうん、しっくりこないんですよ、うんうんうん、でそれやったところで結局って思ってしまって、あ、なるほどね。まあでもじゃあ本当にいわゆるゼロイチだから、うん、これからまあ立ち上げていくわけだろうけど、はい、まあ、僕の 見方的にはっていうか、はい、まあちょっとねちょっと違うっていう話もあるかもしれないけど、はい、僕はね、どっちかっていうとルー大柴さんっていうじゃないですか、はいはいはい、が、要はルー語ってあるじゃないですか、はい、あれの女性版ありだなと思って僕的にはなんか要はだってあれでこうだって覚えた英語ってたくさんある日本人ってたくさんそうですねいらっしゃいますでしょ、はい、 でもあれってその言葉を言ってるだけじゃない、うん、でもそこに描写も入れてるんですよね。あれがすごいなって僕は思ってて、ぜひなってください。面白い。でも本当にそんな感覚かな。はい、もうすごい期待たいです。いやすごいです。私まさか今日こんななんかぐさぐさっとこう。いやいや。来る言葉が出てくると思わなかったです。なんかもやっと思ってたことが言語化してくださったので。いや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 。もうあれですよ。これは多分シナジーだと思うので、はい、まあ同様だからってことも、まあ、含めてなんでしょうね。オンリーワンチャンネル、まあ、そんなことでございまして、まあじゃあ今後 その展望っていうのかな、はい、っていう、まあ、自分ご自分の中の展開っていう部分をぜひその、まあ、ビジョナリーっていう部分を含めてなんでしょうけど、はい、もうちょっと教えていただけたらなと思うんですけど、はい、はい、そうですね、うん、まだ私もイベントだったり、うんうん、式典だったりの場に出てこう目の前にいるお客様だったり見ている視聴者の方を感動させる、うんうんうん、こう自分が作っていく、うん、お仕事はまだまだしたいと思ってます、はいはいはい、でそれをする一方でやっぱりここまで育ててもらった恩返しを社会にもしていきたいなって思っているので、うんうんうん、やっぱり母国日本のこのが底上げできるような伝えるとか、うん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 、このBポジティブマインドみたいな育て方っていうのを多くの人に伝えるような育てられるような活動をしていきたいなと思っております。あれだね、金子さんってニヤニヤな人なんだね。だいぶ近いんだね、みんなに近い人。あ、本当ですか？やっぱこうメディアってね、こうどちらかというとそのステージと、うんうん、まあオーディエンスみたいなそのポジションってあるじゃないですか、うん、じゃなくて、うん、一番お客様に近いお仕事されてるから、うん、今やっぱり人気があるんだね。嬉しい。いや、本当にそれはすごく感じますわ。はい、まあ、感じますわ。はい、まあそんなことで、ございまして、はい、本当にまだまだねお伝えしたいことありますが、その今後の展開の部分もね、うん、含めてそういったのってまあ、情報がいろいろ出てくると思いますので、はい、それは概要に載せておきますので、そちらねご覧になっていただきたいなというふうに思ってます。もちろんね、チャンネル登録、はい、そして高評価ボタン、そしてコメントね入れていただければというふうにも思っておりますので、よろしくお願いします。まあ、じゃあ最後に、はい、ぜひ見てくださってる視聴者の皆様にメッセージを一言いただいてもいいですか？はい、はい、最後まで見ていただきありがとうございました。どうでしょうか、なんか自分も変えたいなとか、こういう風になったらいいなとか、なんか少しでもこう発想の転換があったらすごい嬉しいなと思います、うんうん、もし一緒になんかやりたいっていう方がいらっしゃったら、ぜひご連絡をいただければと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まあ、あれですね、こう、まあ、日本のメディアというか、うん、まあ、特にテレビっていう部分の話になっていると、はい、もちろんプロデューサーがいて、ディレクターがいて、うん、でそこに、まあ、演者っていうそのポジションで、うん、それぞれ役割が、うんまあ、違うじゃん、うん、まあ、演出が作家がいてとか、はい、いろいろあるかと思いますけど、もしかしたらオールインワンでできる可能性がやっぱあると思うんですもんね。もちろんお力と責任はっていうか、っていうのの一つの、バイリンガル MC のその先のなんか MC もなんかできるんじゃないかなということもちょっと期待をしたいなと、うんうんうん、はい、
というふうに思ってます。あとついていきますのでどうぞ、あとついていきます。いやいや、いろいろ教えてください。はい、はい、まあということで、今日はですね、バイニガル MC、 まあ今はね、はい、まあ違う名前に変わるんだろうなというふうにも思ってますけど、はい、金子恵理子さんでした。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。じゃあ金子さん、はい、まあ、今後ね、その伝えるっていうことをまあ まあ、やられていくと、まあ、そういった中で、その金子メソッドっていうのかな、はい、そういったものの一部をちょっとね、はい、見せてもらいたいというか、はい、教えてもらえたら嬉しいなと思うんですけど、はい、何を皆さんにこう最初にまあお伝えしたいというか。そうですね、うん、一番最初にやりたいと思ってるのは、こんにちは、こんにちは、こんにちは、うんうんうん、それ結構1対1でもこんにちはから入るし、1対大勢でも皆さんこんにちはって入るじゃないですか、うんうんうん、最初のこのこんにちはってすごく大事なので、はい、うんうんうん、まずこんにちはで、はい、こうグッと自分を向かせるこんにちはがいるようになってもらいたいと思います。なるほど、はい、ちょっとお手本というかを、はい、見せてもらっていいですか。あ、はい、こちらがこちらで、はいはいはい、皆さんこんにちは。答えたくなるね。そう、答えてもらうように言ってほしいんですよね。はい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 、なるほどね、うん、じゃあちょっと僕一回やってみるんで、はい、それを、はい、ぜひアドバイスというか、はい、これ多分このビフォーアフター見せると多分分かると思うので、はいはい、いきましょうか、はい、皆さんこんにちはね、うん、皆さんこんにちは。さすが大地さん、伝わってる感じします。伝わってる感じします。あ、はい、じゃあそれをもっと良くするためには、はい、どうしたらいいかっていうところをぜひ知りたい、はい、じゃあ、ここに人がいると思ってください、はいはいはい、ここに人がいると思って、うんうん、でこんにちはって言ったらこんにちはって返してもらいたいって思ってください、はいはいはい、なるほど。だからこんにちは、こんにちはをもらう前提のこんにちは、うん、なるほど、はい、もう帰ってくるってことも想像しながらこんにちはを言うと、ね、この人にこんにちはって言って、お互いこんにちはって言い合うっていうつもりで、うん、ああなるほどなるほど、わかりました。じゃあ行きます、はい、帰ってくる感じね、はい、皆さんこんにちは。いいじゃないでしょうか、はい、なんか全然違います、うん、なんかこうこんにちはだけこう音だけ、うん、音だけこんにちはって言っちゃう人結構多いんですよ、皆さんこんにちは、はいはい、なんか笑顔で言っても皆さんこんにちは、うん、全然目はこの人に向かってなくって、こんにちはっていう気持ちにもなってないこんにちはが多いので、はいはいはい、そうじゃなくて皆さんこんにちは。なるほどね。そのなんだろうな、アイコンタクトみたいなものの、はい、その、うん、まあシンパシーっていうか、そういったものを感じれるかどうかってことも大事だ、うん、大事だと思います。なるほどね。これってね、うん、日本、まあ、これ日本人と、まあまあ、たまたま今日は、ね、外国人って話もちょっと出てたからあれなんですけど、はい、日本 そのもちろん良さってそのお辞儀の文化であって、うん、その距離っていうのがあるじゃないですか、うん、でも向こうってもちろん挨拶の文化だけど、はいはい、どっちかっていうとシェイフックハンドに近いじゃないですか。そうですね、その距離感っていかんしがたい部分があるじゃないですか、はいはい、でもどちらかというと、はい、金子さん的には、はい、そのシェイクハンドに近い距離感の挨拶がしたいということでしょう。そうです、そうです。もう日本の文化ももちろん私好きなんですよ、うんうんうん、好きなんですけど、やっぱシェイクハンドでグッてきた時、うんうん、あの距離感の縮まり方ってもう半端ないじゃないですか、うんうん、まだそれがだから普通の向こうの人たちのユージュアルでしょ、うん、っていう部分がやっぱ日本人にそのや、うん、日本人がやるとちょっとこうなんか違和感感じるじゃない、うん、そう、違和感感じる、そうそうそう、だからそこの部分の、うん、その距離の詰め方みたいなものも多分教えてくれると思って、ね、そうですね、シェイクハンドしなくても同じぐらいのこう詰め方って絶対できると思ってるので、日本の文化そのままあの違和感なくグッと近づける、うん、他のやり方で近づける方法があるので、うん、なるほどね、超期待いやすごい楽しみにしてます、はい、いやぜひぜひまたいろいろ教えてください。こちらこそ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。